アモルの占い処方箋、魔法の言葉でお悩み解決。はい、本日はね、みちるさんね、どういうお悩みですか？はい、私はもうどこに行くにも荷物が多くなっちゃうんですよ。テーマパークとかに行くときって、極力荷物少なくしたいじゃないですか、歩き回るのに。でもなんかこう怪我したらとか、あ、ウェットティッシュもとか、使わないものがいっぱい入ってくるんですよ。それをなんかもうちょっと整理して、自分の中で整理して必要なものだけ持っていけるような心の余裕が欲しいなって思ってます。それは自分に心の余裕がないっていうふうに思ってる。なんかやっぱ、もう多くなる理由はこれも必要かな、これがなかったらその時困るかなとか思っちゃって、不安だよね。不安になって、結局最終的に多くなっちゃうんで、そうなんじゃないかなっていうふうには思ってます。何か自分で自信を持ててないことだったり、そういうものがあるんじゃないかなと思うんだけれども、なんか小学生の頃結構忘れ物が多くって、でそれでなんかこう一人暮らし、東京から東京に出てきて一人暮らしをするときに徐々に荷物が多くなってた傾向はあります。すごい細やかな方みたいで、人のことまで考えちゃうって言ったらいいのかな。誰かが怪我したらさって出せたらいいなとか、自分のためだけじゃなくて他の人のためにもそういうことを考えてらっしゃるみたいで、もっとリラックスして、もっと楽な感じで行ってもいいのかなって思いますよ。結構こう張り詰めてる。ああ、そうなんですね。じゃあ今日はね、こちらでね、メッセージをね、お届けしたいと思いますね。はい。重くて嫌だなって思うことない？めちゃめちゃあります。もう、駅から遠い現場とかだと、後悔しながらずっと歩いてます。だよね。じゃあ、重みがどのぐらいあるかは毎日気づいてるのかな？はい。じゃあね。はい。今日はみちるさんとね、同じようなお悩みの方、視聴者の皆さんに向けてメッセージをね、届けたいと思います。周りと比べるより自分の快と安心を優先してみると荷物の重みが変わる。お大事どうぞ。ありがとうございます。